皆さんこんにちは、花子です。一月二十五日、二十六日は泣く子も黙る FOMC ですね。今日の記事ですが。 ナスダック100の乱高下トコンバブル崩壊後に前例も、ナスダックは一時は日中の下げ率が5%近くに達していた。 FOMC の緊張の高まりでこの2年間で最悪の下げ局面のさなかにプラス圏に戻って終了した今日1月25日火曜日は下げから始まりました日中にナスダック100が4%台で下落したのは2008年以来とのことですみんながあんまりにもビビっていたので私はレバレッジナスダック3倍の T999 をちょっと買ってみました朝起きたら13%のプラス短期投資だったらこういうところ取っていくんでしょうねまあ私は長期投資なので理覚しませんが 日本では T999 は買えないんでしたっけ CFD だったら買えるんですかね CFD は私は絶対進めませんが短期投資だったら使うと思いますが私の分野ではありません今の時期はボラティリティがあるので短期投資は儲かりますよね上手い人はですけどということで FOMC ですがパウエルさんの発言も現状の株価は見ながらだと思うのであまり株価が下落したらそれ以上下落するようなことは言わないと思うんですよね現状はどうなっているでしょうか FOMC は1月25日この動画を作っている 後からと1月26日にあります現在のところの利上げの見通しはこういう感じですね FF レートの過去を見ると1981年は20%ですからすごいですよね私はアメリカで銀行員を15年していたんですけど最初はフロントオフィスのアシスタントでその後クレジットアナリスト要は倫理書を書いて格付けをする人でした最初のアシスタントの時は年に4回の f m c の決定事項や発言などをまとめるのが仕事でした それが多少は勉強になってるかもしれません。2004年から銀行員になって、その時はよくわからずに FOMC について書いてましたが、2%から6%近くまで上がっていたので、その頃に比べても現在の水準は低いですね。S&P500 と比較すると、長期で見ると確かに FF レートの逆にはなっていますが、5年で見ると FF レートを上げながら株価も上がっています。パウエル FRB 議長もこの株価を急降下させようとはしていなくて、 何着陸させたいんですよね。そこを FOMC での発言でコントロールします。昨日ちょっと回復したので、年末の最高値から8%下落しましたが、 現在これを取っている夜中の12時前、年初来の S&P500 は10%下落しています。パウエルさんはこれを加速させようとしようとは思ってはいないと思うんですよね。かといって上がりすぎも困るということで、計画通りの金利上げのペースと無難な言葉を使ってくるんではないでしょうか。パウエルさんが何をしようとしているかというと、アメリカの経済の成長に見合った株価の動きです。だからちゃんと決算書を見て経済が拡大しているのか、FF レートを上げられても耐えられる経済なのか、 逆に言えば今の日本は金利を上げて耐えられる経済じゃないので上げられないということです。それではアメリカの経済の実態を把握するために。 アナリスト予想に対する決算がいい悪いではなくて実際のナスダック100のトップ10銘柄の決算書を見ていきましょうナスダック100とはナスダックに上場する金融銘柄を除く時価総額上位100銘柄の時価総額過重平均によって算出される株価指数アメリカ合衆国を代表する株価指数の一つナスダック総合指数が3000以上ある全ナスダック上場銘柄から算出されるのに対してナスダック100指数はナスダックに上場 上する金融以外の時価総額上位100銘柄のみから算出される指数であるまあ大体同じですけどねあこれは今日の市場が空前までなんですけどナスダック総合指数は年初から12.49%下落ナスダック100は年初から12.07%下落12月31日時点の s&p 500のトップ10銘柄はアップルが1位で6.83%トップ10で29%構成しています ナスダックのトップ10はアップルが11.59%でトップ10が52%を構成しています。銘柄を見ても S&P500 と似たようなもので、倍になっているのでナスダックはレバレッジ S&P500 みたいなものです。さらに残りの90銘柄は何かというと、 トップ10が52%を占めているので11位は1.77%から始まって100位のペロトンは0.07%です S&P500 と違って外国企業も入りますナスダク100指数は毎年12月に定期的に銘柄の入れ替えが行われます また、構成銘柄の一つの時価総額が指数の全構成銘柄の時価総額の24%を超えた場合などには特別な調整が行われ、少数の銘柄が指数に大きな影響を与えることが防止される。6銘柄をナスダック100株価指数の算出銘柄に新規に採用しました。Airbnb、Lucid、Gscaler、Datadoc、Paralto、Fortinet、 そして除外された銘柄は CDW、FOX、Sarner、Checkpoint、Trip.com グループ、Insight。ということで12月に入れ替え終わって新しい6銘柄は2021年12月31日時点でどこかというと Lucid44 位、14net48 位、Airbnb49 アア位、ParoAlt54 位、DataDog72 Zscaler74 位、ーー位まあ、いずれも0.42%から0.30%なので上位10銘柄に比べて 協力は少ないですよね。なので、今日は上位トップ10銘柄の損益計算書を確認していきたいと思います。私は貸借対照表やキャッシュフローも大事だと思うんですが、全部やっていたら時間がかかるので、今日は損益計算書だけでいきたいと思います。それでは Apple 11.5。9%。 これは昨日やったのでそのまま言います。昨日コメントでアップル以外は決算書悪いはずだと言われたので世間では誤解が多いのだなということで今日の動画を作ったということもあります。アップルの10月から12月の第一四半期の発表は今週の27日ですが アップル株の直近の決算書はどうなっているかというと2021年9月年月次決算売上はは兆兆兆兆円円円円かかららへへ増増収最終利益益これで米経済が低迷しているとは言えませんよね逆に上がりすぎてるから今回は多少減ったとしてもアップルの利益率26%ですよ去年も経済はいいと言われていない時期でしたよねアメリカの経済はいまだに強いですアップルの第一四半期の決算発表はあさって1月27日 ですね次にマイクロソフト10.09%マイクロソフトは18日「コール・オブ・デューティ」シリーズなどで知られるゲーム大手の米アクティビジョンブリザードを買収すると発表しました買収額は687億ドル約7兆9000億円に上るということですすごいですね8兆円近い買収マイクロソフトがテンセントとソニーに次いで世界第3位の売り上げを持つゲーム会社となりますマイクロソフトは6月決算ですので直近9月の決算ですが去年の6月から9月 月ののヶ月の売上が現在1ドル円で計算すると3ヶ月で売り上げが21%増加の5.2兆円最終利益が45%増加の2.4兆円利益率がなんと45%すごいですねこれで経済低迷しているとは言えないですよね金利上昇と経済低迷がごっちゃになってる人がいますがマイクロソフトの第2四半期決算は 今日、一月二十五日ですね。三位アマゾン六点七六パーセント。前回の第三四半期の七月から九月ですが、売上は十五パーセント上昇の十二点六兆円。しかし、最終利益が五十パーセント減少の三千六百億円。その理由は、オンラインショッピングビジネスの方が損失になっているからです。このように、上二つが、オンラインショッピングの北米売上、国外売上ですが。 国外が赤字なので、両方合わせてプラマイゼロの状態になっています。前から言ってますが、私はもう Amazon はオンラインショッピングの会社ではなく、AWS の IT 会社だと思っています。本当はもうオンラインショッピングやめたらいいのにと思いますが、私も困るのでやめてほしくないんですが、とにかく AWS の利益率は30%ですが、売上も上がっているので、好調だと思います。ということで今後も AWS は伸びていくと思っていますし、 9ヶ月決算で見ると、増収増益、売上がが38兆円、最終利益は2.2兆円、すごいですよ。アマゾンは自社株買いをしないので、この1年の株価はいまいちでしたが、これからも発展していくと思います。4位メタ、Facebook4.76%、2021年9月の四半期決算ですが、3ヶ月の売五上ーは35%上昇の3.3兆円、最終利益は17%上昇の1兆円、好調です。私は Facebook は好きじゃないですが、子会社の Oculus Quest の VR はとてもいいと思います。 方向性は合っていいると思います5位テスラ4.24%テスラも花こうしなのはご存知だと思いますが直近の四半期決算は9月の四半期決算ですが3ヶ月決算の売上は176%上昇の1.6兆円最終利益は350%上昇の1,891億円。 テスラの EV を買いたい人はたくさんいるのでまだ伸びると思いますちょっと時間なくなってきたので足早に行きます6位 NVIDIA4.14%10 月の第3四半期決算ですが3ヶ月の売上は56%上昇の5300億円 最終利益は84%上昇の2800億円7位、8位、グーグル、アルファベット9月の第三四半期は3か月の売一上ーが41%上昇の7.4兆円最終利益は68%上昇の2.2兆円9位、ブロードコム1.82%直近が10月の年次決算ですが1年の売五上ーが15%上昇の3.1兆円。 最終利益は141%上昇の7338億円10位アドビー1.79%アドビーは直近12月3日の年次決算ですがこの決算の後株価が落ちたと思いますが。 売上は23%上昇の1.8兆円。最終利益は8%減の5,500億円。最終利益が減少した理由は、単に前年が1,200億円の税金の戻りがあったから、ビジネスは関係ないです。後ビも好調、いつかは株価は戻る。ということで、アメリカの経済の底堅さは伝わりましたでしょうかここが富裕層と一般人の違いなんだろうな。ビックス指数が大きくジャンプした日に、富裕層は株式爆買い。 いや、まだビックスはそこまで上がってないしね、買えというわけではないけど、一生に一度の大バーゲン、世界の超富裕層が株式爆買い、これは2020年3月20日の記事、まさにコロナの底値の3日前、その日にビックス指数はかつてないほど上がっていました、長期投資の基本を確認しよう、出したり入れたりしないので、毎月余剰資金を投資、積み立てもあり、積み立てでないものもあり、 キャッシュポジションを積むとか積まないとか、そんなものは存在しない。入金力を上げるのが投資で大儲けするのには一番手っ取り早い。ということで、コツコツ長期投資頑張りましょう。今回の動画が皆さんが株を買う時の一つの材料となれば幸いです。投資は自己責任でお願いします。それでは、さようなら。 1>, 1月から始まったアメリカの決算書を読めるようになる週に1回のオンライン会計クラスのメンバーは今月末まで募集していますライブでレッスンをしますが遅れて入った方は録画とレッスンメモがありますから大丈夫です初心者大歓迎 日本の決算書とアメリカの決算書はほぼ同じです YouTuber に頼らない自分で米国株を選べるようになるをモットーにしていますクラスは4種類あって1プレミアム5コース毎週日曜日16時1年募金から学ぶ初心者のためのコースです貸借対,対象表を主に学ぶので深い分析を目指す人に最適です米国公認会計士テストに必要な単位のテキストブックを使います2米決算基本3コース 毎週日曜日17時簿記は学ばずにすぐに決算書分析ができるようになる初心者クラスですお試しに取るのにちょうどいいです3もっと米決算基本2コース毎週土曜日21時米決算基本3コースよりさらに細かい内容を勉強して終了したら実践コースレベルになる初心者クラスです4実践コース毎週日曜日朝10時随時会計の知識がある人のためのクラス 毎週米国会社1社を選んで深い分析をします。1プレミアム5か3もっと米決算クラスを終了した人のためのクラスオンラインクラスの概要 YouTube 限定公開でライブレッスン毎週末1時間ベッド6があり決算直近の会社を使って勉強します Evernote 無料を使ったレッスンメモコピー可能 お支払いした時点からレッスン動画にアクセス可能1月9日以降 Discord を使ったコミュニティでメンバー同士で情報交換レッスン質問詳しいことは www.financewithhana.com まで花子はあなたを待ってます